一橋大学経済学部 OB の菅と申します。よろしくお願いします。一橋大学に入った理由について教えてください。僕が高校生の時に日本のトップ大学に行きたいなっていう思いがあったんですね。東大とか京大とか早慶とかいろんな大学があると思うんですけど、いろいろ大学を見ていった時に一橋っていう全然知らないワードがあって、なんだこれはみたいな風に思ったんですね。で、一橋について調べていけば調べていくほどキャンパスもかっこよくて綺麗だし、図書館もめちゃめちゃおしゃれで素敵やんみたいな、どんどん好きになって第一志望になったっていう感じです。世間一般的にいい大学に行けっていう風に言われてると思うんですけれども、なぜそういう風に言われると思いますか？極論いい大学に行けばモテるからなのかなって僕は勝手に思ってますね。例えばめちゃくちゃイケメンの人とかめちゃくちゃ可愛い女の子とかっていい大学行けって周りに言われないんじゃないかなって思ったりするんですよね。それこそ女優になんなよとかアイドルなんなよとか思われるような気がしていて、ただ僕みたいな平凡な顔をしていて初対面の人とかに友達に似てるねとか言われたりするんですけど、そういう人の場合ってかっこいい人とかと同じぐらいモテるようになるには何かしらの武器がないとしんどいなって思っていて、でその武器の中でスポーツがめちゃくちゃできるとか性格がめちゃくちゃ優しいとかいろんなのあると思うんですけど、学歴みたいなのってやればやるだけ絶対手に入るものだし、手っ取り早く俺はこれができるよって証明する武器になるんじゃないかなって思ってるんで、だからそういう意味で親とか先生とかがもうお前はいい大学行かなきゃモテないよみたいな案に言ってるのかなとか思ったりしますね。学歴は必要だと思いますか？結局自分が自分の人生どう生きていきたいかによるのかなって思ってます。他人がとやかく言うことではないと思います。勉強頑張ってる受験生に対して何か一言。受験は本当にしんどいですけど、しんどいのはみんな一緒で、しんどい時にいかに頑張れるかっていうのが本当に勝負を決める部分かなと思うので、今しんどくても1分1秒ではとにかく長く勉強してみるっていうのが大事かなって思います。一回一日それができれば次の日も同じようにできるようになるし、またその次もできるようになるし、受験期っていう長い目で見たら一日の積み重ねが塵壺になって大きなライバルとの差になると思うので、本当一日一日を大切にして頑張ってほしいです。一橋大学法学部卒業しましたカルビンと申します。一橋大学に入った理由について教えてください。すごい大真面目なんですけど、光氏母子殺害事件っていう昔の事件があって、どうしてもその犯人が許せなかったっていうのがあって弁護士を目指そうって思ったのが最初です。一橋って僕らの世代だと司法試験の合格率がナンバーワンだったんですよね。だから一橋大学しかないな、東大とか京大じゃなくて一橋だなと思って一橋にしました。世間一般的にいい大学に行けというふうに言われると思うんですけれども、なぜそういうふうに言われる？つまらない回答をすると固定観念ですよね。日本社会における固定観念が生み出した結果で、それ以外にはないと思うんですけど、いい大学に行けっていう意味も分からずにいい大学に行くことだけを頑張ってきた人からすると、今思うのは視野が広がったなっていうことが人生の財産だなと思ってるので、いい大学に行けっていうこと自体はただ単の固定観念だけど、いい大学に行かないと見えない景色っていうのがあって、まあ、僕らの大学がいい大学かどうか分かんないんですけど、自分にとってのいい大学に行くっていうのは人生を豊かにするっていう意味で非常に有意義なことかなと思ってます。学歴は必要だと思いますか？必要っていうか有用ですかね。学歴あると人生便利ですよ。あれですよ、ディズニーでいうファストパスみたいなもので、学歴っていうのはファストパス取るときにみんな走って取るじゃないですか。それと同じですごい少ないデメリットで取れるファストパスっていうのが学歴だと思うんですよね。例えば今俺がこっから医者になりたいっていうと6年間勉強して、さらにそっから研修医もしてって大きな代償を伴うからデメリットはたくさんあるけど、受験を頑張るっていうのだけは本当にたった1年勉強頑張るだけでいいし、高校3年生なんてものは基本的に勉強頑張る年だから、デメリットが全くないファストパスだと思ってるんで、学歴は取った方がいいと思います。めっちゃ有用です。はい、受験生に一言。受験は大変ですね。はっきり言うと僕はもう一生やりたくないです。受験勉強マジで大変だったんで、嫌なのはめちゃわかるし大人たちもみんなわかってるけど、絶対やった方が後で楽だから、でデメリットもマジでないから、受験を頑張ったデメリットなんていうのはどんな大学に行こうとも絶対にメリットがあるので、受験を頑張るっていうことにという意味で頑張ってください。僕らはワンブリッジっていう YouTube チャンネルで一橋の魅力を発信したりとか凄さみたいなのをもっと世の中に広げるために活動しているので、もしよかったら概要欄にチャンネルページもあるので見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。